教員養成課程とは、教師を目指す学生のために大学に設置されている課程のことで、主に教員養成が主目的とされている教育学部、教員養成系教育学部。国立大学が主に設置されているが、高等学校の専門学科教員養成を目的に、教育学部以外に教員養成課程を設置している大学もある。 教員養成系教育学部では従来教員養成課程しかなかったがゼロ面課程の登場以来対比して使われるようになった。課程とはカリキュラム面から見た履修形態のこと。教員養成系教育学部では学問内容でなく課程で学生を分類した方がカリキュラム上交都合のため学科を置かず学生を課程に所属させていることも多い。ただしこれとは別に 高校まででいう教科単位での組織も存在しており、卒業研究などではこの単位で行うことも多い。主なものに、小学校教員、中学校教員、障害児教育教員、幼稚園教員、養護教諭などの要請を専門とした大学の教育課程がある。専門性を持った教員を養成することを目的として、計、専攻、コースごとに分けて、 教育を行っている場合もある。かつては高等学校教員要請を主とした特別教員に養成課程を設置した大学があり、金沢大学教育学部には高等学校教員養成課程、広島大学教育学部には高等学校教員養成課程が置かれていた。ありがとうございます。